こんにちは、キャピタテレビの川島です。いつもお世話になっております。ありがとうございます。はい、今日はですね、ブリーダーさんから聞いてきた小鳥さんの女の子、メスの子が、卵詰まりになった時、どのように対応しているのかっていうのを、お話ししていきたいと思います。その後にですね、ブリーダーさんがしている保温の仕方と、あと我が家なりにこれが良かったよっていうのを今日はお話ししていこうと思いますので、最後まで聞いていただきましたら幸いです。はい、まず、ブリーダーさんがおっしゃっていたことなんですけれども、卵詰まりになる前に、カルシウムをたっぷりやっぱり取らせてあげるっていうことが大事らしくて、こちらは我が家もあげているものなんですけれども、ブリーダーさんもプラスリンというカキ殻を与えていました。はい、これ何がいいかと言いますと、アスリートであるレースバトルに向けて開発された最高品質の飼料らしくて、飼料用に厳選された炭が免疫力を向上させ、糞の悪臭も減らしますということなんですね。動物園および研究機関でも使用されていますし、ハト以外のインコちゃんとかにもね、食べてもらって大丈夫っていうものなんですけれども、フィンチ類は有名な病院の先生がツイートしてるのを見たんですけれども、細かく砕いてあげなきゃいけないんですけど、ザルでこしたりとかして、あの舌から出た粉をあげたりとかしてるんですけど、心配なようでしたらカルビタバードというもので、こちらはショップで勧めていただいて知ったんですけれども、お水に溶かすタイプでとても与えやすくていいです。固形のものを食べれないよっていう子もいらっしゃるので、試してみてもいいんじゃないかなと思います。これをうちもあげているおかげか何かわからないんですけど、こんだけ女の子がたくさんいて繁殖もしてるんですけれども、卵詰まりであれってなっちゃった子ってね、一人しかいないんですよ今まで。そうで、その一人も、すぐに回復したんですけど、その回復の仕方も、今からご説明したいと思います。ブリーダーさんが目の前で卵詰まりの子を発見した時にすぐ対処している方法なんですけれども、やっぱりよく言われる保温っていうことをおっしゃっていました。これはちょっとどこまで話してしまっていいかわからないんですけど、でも話したんですけど、あのブリーダーさんは言ってたのは、あの獣医さんってどこまでじゃあできるのっていう話で、その卵詰まりとかなんか病気がありましたって言って回復して元気になった小鳥さんを見たことがないっていうふうにおっしゃってたんですよね。なので自分でどうにかして、まあ、これが一番いい方法っていうのが保温だったみたいなんですけども、それも病院に連れていくこの行きの時間、もうそんな時間すらもう一刻の猶予もないので、あのもうすぐ保護らしいんですよね。で、ブリーダーさんが行っている保護方法なんですけども、こたつを改造して足の部分を短くして、小鳥さんにこうあのヒーターの部分を接近させて上から温めるという方法を作っていました。はい、あれ私も真似したいなと思ったんですけども、まあブリーダーさん宅は何百羽もいて、それぞれあちこちからこう具合悪い子が出てきたらもうすぐ保護されてるそうで、横に元気になった子がいたんですけど、この子も危なかったんだよって、でも保温したらねすぐ元気になったよっておっしゃってました。そんなことでってこう皆さんもきっと思われるかもしれないんですけど、これ私も経験したんですけれども、うちで1羽だけそのうずかまる前ぐらいかな、もう角の方で、あもうなんか卵詰まってて具合悪いなみたいな、こうじっとして羽を膨らまして、なんかこうお尻の方にこう神経集中させてる子がいたんですよ。でその子もすぐ保温したんですね。で2時間しないうちにですね、もうなんか普通に普通になっててびっくりしたんですけど、なんでこんなに元気になってくれたのかなっていうぐらい、はい、本当にそんな感じなんです。はい、これ経験、小鳥さん飼ってる方経験ある方いらっしゃると思うんですけど、保温したらもうパッと元気になっちゃったっていう子で、子供の頃も外で獣始末飼ってた時に、舌でもうね、亡くなりそうな子がいたんですよ。ああもうダメだかなっていうぐらいもうひどかったんですよね。で冬の外だったんで、その時はまあ寒かったんだと思うんですけど、私もその時はあの実家のこたつの中、小学校3年生の時なんですけど、実家のこたつにこう入れて、まあ、最後見とることになっちゃうかなって、まあ、私が近くにいてあげようと思ってこうずっと見てたら、あれよあれよとですね、やっぱり2時間しないうちに
1時間ぐらいだったと思うんですけど元気になりまして、まあ、それは卵詰まりじゃなくてちょっと寒かっただけかもしれないんですけどね、あのもう本当になくなっちゃうんじゃないかなぐらいの子があっという間に良くなっているので、保温って本当に大事なんだなっていうのでつくづくこう思っています。我が家はまだあの若い金華鳥さんばっかりなので、あの卵詰まり自体もそんなに経験している子がいないので、その1回しか経験がないんですけれども、ブリーダーさんはとにかくそうされてるとおっしゃっていました。ただあの適切な医療が受けられる病院がある場合でしたら、うん、私もちょっとちゃんと病院行った方がいいのかなとは思うんですけどもね。ただうちの近くもブリーダーさん家の近くも適切な治療を受けられる素晴らしい病院が、まあ、今のところまだできてないっていうのが現状です。はい、なので自分たちでどうにかするしかないかなっていう状態ですね。ブリーダーさんはこたつを使った保温方法を使われてたんですけれども、我が家はちょっと違くてですね、2種類やり方があって、うちの場合、はい、まずはアクリルケースを使ってこのような状態にしています。100円ショップで、作った台でちょっと高さを上げてですね、上にキャリーケースを置いて、そこに小鳥さん入ってもらいます。でこういう空間なんですけれども、微妙に場所によって温度が変わるんですよ。上の方はすごく暖かくて、下の方はねやっぱり寒いっていう状態になってしまうので、常に温度計でこう確認しながら確認しながらっていう感じでうちはやっています。で温度なんですけれども、これも確認しながら、本人たちの状態を見ながら行った方がいいと思うんですけど、うちは35度以上まで上げた方が小鳥さん一気に元気になる確率が高かったです。28から32っていう温度を結構こうネットで見るんですけど、それだとちょっと低いかなっていう印象がありました。はい、これは内輪の話なので。またアクリルケースがない場合はどうしたらいいですかっていう話なんですけど、水槽がねめちゃくちゃ使えるんですよ。完全人工飼育で今もそうなんですけど、ヒナを育てる時ってやっぱりね40度ぐらいないとダメなんですよね、金華鳥さんって。でアクリルケース内でもいいんですけども、もっともっと密閉して、こう密閉した空間でもう完全に温めるっていうのは本当に水槽がよく使えまして、はい、このような方法ですね。で今水槽も、2000円台で水槽だけだったら売ってるので、小鳥さん飼われてる方はこれ1個あってもいいんじゃないかなと思います。でこの電気を使ったタイプでこう保温するとですね、必ず湿度が下がるので、温湿度計を使って湿度と温度を常にチェックして、やっていった方がいいかなと思います。こちらは濡れタオルを入れてですね、湿度 50% を保っている状態です。使ってる商品はすべて説明欄のところに記載しておくので、よかったら見ていただけましたら幸いです。とっても安い商品です。はい、あとまたこちらの、動画に質問が来たことがあるんですけれども、ケージ自体を置いたい場合は段ボールで大丈夫ですかっていうご質問いただいたんですね。で、ちょっとうちやったことないんですけども、私がもし水槽をアクリルケースも使わないよっていう状態でだとしたらどうしますかって聞かれたら、100円ショップの、あの発泡スチロールの板みたいなの売ってるんですよ。あれを使ってちょっと自作でやってみようかなっていうのもあるんですよね。以前それで、ね、試した動画作りたいなと思っててそのまま終わっちゃってるんですけども、はい、あれも結構使えるんじゃないかなと思います。試してみてください。もし、アクリルケースも水槽もいらないなっていう方はちょっとそれでやってみてもいいんじゃないかなと思います。でこれはちょっと余談なんですけど、これもうどこまで行っちゃっていいのかわかんないですけど言っちゃうんですけど、小鳥の専門の病院っていうところ行ったことがあるんですね。でそこで指導を受けたことがあって、小鳥の保温の仕方、具合の悪い小鳥さんの保温の仕方なんですけどね、何を言っちゃってるのかなっていうのがもう頭の上はてなはてなはてなの状態がありまして、もう本当でイライラしちゃうぐらいこれじゃあ温まんないよっていうのをね先生ずっとね説明してるんですよ。しかもねこうやってこうやるこうですよって言うんだけど、これ絶対無理だよっていうのがですね、前にこちらの動画で実験してるんですけれども、まず、
下のトレイあるじゃないですか、あれを外して、ケージを新聞紙の上に置いてくださいというんですね。でそこに保温電気をつけて、小鳥さんが保温電球近くに行けるようにしてくださいって言うんですよ。で何も追われてないんですよ、 その周りは。でこれ何度になるのかなって検証した結果、あの保温電球の近くでもね、プラス5度ぐらいしか温まらないんですね。で例えば、まあ、冬場暖房かけてても20度ぐらいしかならないとして、25度じゃないですか、プラス5度って。その状態で小鳥さんあったかいですかって言ったら、あったかくないですよね。しかも小鳥さんもうね、亡くなっちゃうかもしれないって具合が悪くてもううずくまってる時に、あの人間が焚き火に当たるようにこうね、保温電球の方来るかって言ったら来ないですよね。もう何言っちゃってんだろうと思ってね、私もうね、頭の上ほんとハテナがいっぱい飛び散りたんですけどもね。でやっぱり私の好きな、あの尊敬している獣医さんは空気ごと温めてあげるのが一番って言ってて、あもうほんとその通りで、もうほんとね、いろんな病院があるんですけど、あのそんな風に もし言われたとしたら、指導の受け方されたらですね、一度突っ込んでみてください。これ絶対温まらないからって本当ね、私今度ねその先生にお会いする機会があったらね、もうね突っ込みたいぐらいなんですけどね、もうそこの病院は行かないって決めてるので、もう会うこともないんですけど、はい、そんな感じなんです。なのでまあ指導を受けたら、そんな風に指導を受けたら絶対そんな方法じゃ全然足りないので、あのもうね水槽でがっつり温めた方がいいです、本当に。はい、まあ、こんな私が偉そうに言うことじゃないんですけど、本当にね、あの病院はありえなくてですね、もう他にもいろいろあったんで、まあ、ちょいちょい出して、もう笑いのネタとして、ね、出したいぐらいの、本当ね、そんな感じなんですけども、はい、すいません、長くなってしまうので、小鳥さんがもう本当に具合が悪くなって、もう卵詰まりでうずくまってしまっているんだったら、まずすぐ保温するっていうことは大事なんですけれども、病院が、素晴らしい病院が近くにあるようでしたら、やっぱり見てもらった方がいいんじゃないかなと思います。もう本当ね、素敵な病院がうちの近くにあったらいいんですけど、血液検査はできない病院ばっかりでして、で先日ですねアンケート取らせていただいたんですけれども、皆様が行ってる病院はどこまでの医療を受けれますかっていう、そういうアンケートを取ってみたらこのような結果になりました。はい、うちの周りは3割の大体3割の中に入っている病院ばっかりみたいなんですけど、もうね手術が受けれる病院近くにねある方はね本当に羨ましいです、はい、とはいえ鳥を見てもらえるだけで本当にありがたく感謝です。まだまだ発展途中らしいので、これからどんどん、まあ、小鳥さんが見える病院が増えてくれれば嬉しいな と、血液検査だけでもできたら嬉しいなと思いながら、はい、ここまで聞いていただきありがとうございました。